この防壁は開いてくれるの？この防壁はキャロルの管轄で、キャロルの管理権限をあなたが受け継いでいるわけだから開くはず。近づいてみて。ここが次のエリアか。前のエリアとはだいぶ違うな。無事と言いましたか。あれだけ警告したのにわざわざ乗り込んでくるとは誇釈ですね。早速どうも、トイロデビータさん。侵入してきた以上、手加減の余地はありません。東方はあなたを徹底的に排除します。私の本拠に乗り込んできたことを後悔しなさい。フジ、罠が仕掛けられているから慎重に動きなさい。この声、あなたがフジの司令塔エリスですか？一体何を企んでいるのです？どうもタイロさん、目的はフジの言った通り、リアルへの帰還よ。現段階にそれは適切なプロセスを踏んでいません。フジの後はあなたを拘束しますので、ご覚悟を。向上に。ビータさん、戦わなくて済む道はない？ありません。それと私はトイロです。分かったな。好戦的で気が強いね。あなたの人物票は必要ありません。ですが、あなたが戦闘を拒むのなら、その場で自戒することをお勧めします。不正な異物の分際で自由に振る舞いたいなどと、二人とも身の程を知りなさい。
ある侵入を許した。仕方ありませんね。ビータ社直属安沢学園ビタ C 部隊隊長トイロデビータとその隊員があなたを打ち滅ぼしましょう。いざ勝負。トイロさん、こっちから来てなんだけど、さっきの君の物言いがちょっと引っかかるから強めにやるね。望むところです。一網打尽だ。逃がしません。とどめ。これは高性能っぽい。さて、戦利品はあった。戦利品の集まりはどうでしょう。お疲れ。勝負あったわね。あとはあなた次第よ。トイロさん、人の自由を否定するような発言は良くない。わかった？いや。それが引っかかってちょっとムキになっちゃったんだ。ごめんね。それだけですか？そうだけど、最初から言ってるように僕は君となるべく戦わずに済ませたいんだ。ディスポーザーである私の役割上、それはありえません。だよね。だから落ち着いて考えない？意味がわかりません。あの、富士さん？富士でいいよ。主観認識上の経験時間はトイロさんの方が上だしね。では富士、あなたの本当の目的は何ですか？本当って、エリスをリアルに返すか戻すか、その表現はともかく、そのためのプロセスとしてここへ侵入したのでは。ああ、なるほど。僕が成長するためのデータ収集や敵のいる場所を探すためにこのエリアにも出入りすることになる。その度にディスポーザーであるトイロさんに組織だった抵抗をされると時間がかかるし危険も大きい。まず言っておきますが、私を殺しても自動的にバーテックスが次の疑似生体、次のディスポーザーを生成します。次に、私の有無に関わらずあなたという異物がエリアに入れば自動的にドローンが反応します。つまり私を排除するメリットはさしてありません。だから説得しようとしたんじゃないか。まずは君がどうするかを知りたいんだけどね。そう言われても、すでに負けているわけですから、殺される以外のことは考えていなくてですね。フジ、ちょっとこの子拉致が開かないわよ。僕も意外だったよ。こんなに融通が効かないなんて。仕方ないわね。あまり私が前に出たくはないけど、
トイロ、あなたは負けていないわ。負けていない？ええ、そうよ。フジみたいな赤ん坊にあなたが負けるはずがないじゃない。いえ、ですが。あなた殺されたいの？それは困ります。ディスポーザーとしての仕事ができなくなりますから。ただここで死ぬものと思っていたので。ならいいじゃない。あなたは負けてないの。フジも分かってるわね。え、そう、僕は君に勝ってないよ。私は負けていなかった。私は負けていない。したがってここで死ぬ必要も必然もありません。おお。ですが富士、実力はあなたの方が上なのは確かです。そこで敗北していない私から、実力で上を行く富士に提案があります。富士、あなたにディスポーザーの権限を委譲します。そうすれば私はあなたの部下となり、犯行の使用もありません。私を飼うメリットとしてあなたの戦闘を手伝うこともできます。飼うって。私は忠実です。あなたに負けてはいませんが、裏切ることはありません。君の言う通り、こちらのメリットは大きい。提案を受け入れるよ、トイロデビータさん。ありがとうございます。いえ、当然です。極めて賢明な選択であると当方は判断します。ただフルネームで呼ぶのはやめてください。それと丁寧なさん付けは不要です。あなたは私の雇用主、飼い主なのですから。そうね、風通しのいい呼び方の方がいいわ。お分かりですね。お分かりですとも。最悪のセンスですね。一発で否定されると傷つくんだけど。最低のセンスですね。落ち込むようなことではないでしょう。大体何ですか、トイとは。私はあなたのトイではないんですよ。もっと立場をわきまえて、飼い主らしくまともな呼び方をしてください。じゃあトイロで。普通ですね。10点。まあまあね。100点満点中ですよ。つまらないとも言えるわ。さて、フジとエリス、東方はあなたたちの何を手伝えばいいのか指示を請いたい。なら火器管制の補助をお願いできるかな。わかりました。誠心誠意尽力させていただきます。このトイロデビータ、飼い犬としてあなたの剣となり盾となりて忠義を尽くすことを誓います。ありがとう、トイロ。はい。フジ、言いたいことがあるなら言ってください。それが原因で問題が生じても面倒です。本当に？釘を刺しておきますが、私はあくまでもあなたに負けていませんから、失礼な物言いは許しませんよ。トイロって飼育願望があるの？失礼ですね、あなた。だってさっきから飼い犬とか忠義とかそれっぽいことばっかり言って、しかも上機嫌だったじゃないか。上機嫌になどなっていません。私はただ雇われる者としての心構えをそういう形で表現しただけです。もし見えたとしても富士の勘違いです。あなたこそ女性を飼育するいびつな欲望を抱えているのでは？そうかもしれない。正直なところすごく興奮する。トイロ、首輪とリード用意した方がいいかしら。